どうも、哲学とです、えー。今回もディアブロ3初心者講座やっていきたいと思います。今回はですね、えー、と装備の耐久値についてね、お話ししていこうかなと思います、えー。装備には耐久値がまあ設定されていて、あのー、使い続けていくとね、だんだん損傷していくので、この修理のところから、えー、修理する必要があるんですけれども、まあ、普通に戦闘しててもね、えーまあえー、ダメージを受けてね、えー だんだんと装備が劣化していくんですけども、あの、このゲーム、基本的に、まあ、あの、普通のキャラクター,、えー、ハードコアキャラクターが一度死んでしまったら、キャラクターがロストしてしまうんですけども、死んだ時のデスペナルティっていうのは、えー、まあ、経験値のペナルティとかね、昔はあの、昔のディアブロにはあったんですけども、えー、とディアブロ3の現在のバージョンでは、えー キャラクターが死んだときに耐久値が、えー、マイナス10されると、10%減少するっていうような、えー、デスペナルティが設定されてると。えー、なので、こう、何ていうのかな、グレーターリフトで、えー、死にまくってると、こう、左下に鎧のアイコンが出てきて、最初は黄色になってきて、まあ、黄色になってくると少し耐久度が下がってるよっていうことなんですけども、えー、まあ、基本的に黄色の間は、えー、能力値は下がらないと。 いう感じなんですけども、えー、問題はね、全、あのー、身が真っ赤になっちゃったとき、えー、キャラクターの見た目もほぼ、えー、初期のレベル1の状態、えー、裸の状態になってしまったときが、えーまあ、基本的に、えー、そのアイテムについているマジック効果が全て発動されていない状態。えー、耐久度 がまあ10% 0%とか0になっってしまった状態なのでその状態の時は一回街に戻ってきて、えー、修理をしてあげた方が、えー、いいと思います。でですね、あのーまあ、耐久値、まあ、普通に戦闘してても落ちちゃうのでこの修理のね、えー、回数を減らしたいよっていう人におすすめのね、えー、装備をちょっとご,ご紹介したいんですけども、えー、まあ銃車にねつければいいと思うんですけども、えー、ザカラの方空け。 という型当てがあるんですけどこちらねつけとくとアイテムが壊れなくなるっていう特性があるのであのー、まあ発散アイテムが壊れなくなる発散っていうのがついているので基本的にソロでプレイするとき獣舎にこのザカラの型当てを持たしておくとあのー、アイテムの修理が一切必要なくなるので、えー、楽かなと思います。 まあ、グレータリフトで死んじゃったりとか、あとね、冒険を続けてきて、耐久値が減るってことがなくなりますので、まあ、修理にお金が必要なくなるっていうのは結構いいのかなと思います。まあ、あの、ついついね、こう修理するのを忘れちゃうことなんかもあるので、えー、まあ、ザカラの方手、えー、ソロの時はつけておくとかなり便利かなと思いますので、おすすめです。あのー、まあ、レアリティなんかは全然、 あの、低いもので構わないので、えー、ザカラの方やってがまあ、手に入ったら、えー、従者に、えー、装備しておくといいと思います。えー、どうも、今回も動画を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。